まあ、初めてなのかな、無観客でまた再開するっていうことで、まあ、どういう雰囲気なのかもわからないですし、まあ、まずは再開の試合に向けてコンディションを上げることしか今考えていませんけど、はい。でも開幕戦負けてたんで、逆にいい意味でこう振り返ることもできたし、もう一回チームとしてこう戦術だったり、まあ、フィジカル面とかも含めて、戻すことができたと思うんで、まあ、いいように捉えるようにはしてます。はい。まあ、そのダゾーンから見てるサポーターの人たちとかは逆に今まで見えない部分が見えたりもすると思うんで、ずっとゴール裏から応援してくれる人はこうライブでなかなか見ることもないと思うし、まあ、いろいろな試みはすると思いますけど、どういう声の届き方だったりとかっていうのは、まあ、でも自分たちもこう一緒に戦ってるっていうふうに思いながらやると思うので、まあ、ある意味楽しみです。まあ、結果を出すのが、はい、プロだと思いますし、責任があるのがプロだと思うんで、まあ、しっかりした心構えで、ね、まずは再開の日を迎えたいなと思います。